ていうかどうだろうな、そのいろいろあると思うんだけど、まあボックストレード、まあどっちの方にシフト向けばいいっていうのはいろいろな人が多分考えるとは思うんだけど、まあ素材的なことを考えるんだったら、まあ今ここでその欲しい素材があるかによって変わるかなって感じだね。そのまあ一応予想としてこういう素材が来るんじゃないみたいなこともあったりはするんだけど、今もうここで確定してるのが卵、ランタン、王冠、銀の王冠で宝月、そしてボックスの素材か、マガタマとか、まあそこら辺、まあいろいろなやつがあると思うんだけど、その素材がもう今からでもう喉から手が出るほど欲しいって思うんだったら、まあ絶対こっちのボックスイベント回っといた方がいいよねっていう、まああとプラスあの種火とかフレポとかそこら辺もまとめて集めたいって思うんだったら絶対こっちの方が良かったりするね。ただまあやっぱり2部レイドってことは2部の素材がいっぱい落ちるかもしれないってことを考えて、まあそっちを優先するっていうのもありだったりするし、まあ結論から言うと、まあレイドの素材が分かってないからもうかけるしかねえって感じよね。かけるしかねえっていう、先行で取れたりすることはないだろうね。あったとしたらまああれよ、鱗粉がドロップするかもぐらいな気する。新素材がそこで入手できるとかそれぐらいな気するから、多分そこら辺な気するな。ん、ちょっと待って、俺間違えた、あーついこ入れたわ。よし、目標の400達成したんでレイドまで休憩。あ、そういうのもありだね。まああのレイド的なことを考えた時に、まあ自分の目標数いったらそっちでレイドに石回すわっていうやり方もありだったりするから、そう結局ね素材によるんすよ。だってもう仮にさ、自分がさ欲しい素材、まあ何かわかんないけどね、何かわかんないけど、まあ英雄の証が欲しいとするじゃん。ってなったら今ボックスイベントで英雄の証ドロップしないからレイド戦まで待とうってなるかもしれないんだけど、レイド戦でも英雄の証落ちなかったら、まあ結論から言うとね、うん、レイドまで待った意味ないじゃんってなったりするから、やっぱそこら辺かなっていう。俺個人としてはね、リンプンがレイドでドロップするっていう情報が出たらね、まあそっちにシフトチェンジしてえなっていう気持ちはあるんだけど、まあその情報もまあ出ないと分かんないしなっていう。あとそれもあるね、あの次のイベントがクリア前提じゃん、2部6章クリア前提ってなった時に敵の HP がバカほど多いかもしんない。その参加できる方が、まあ、今回は、まあ、2部6章クリア前提っていうことで限られてるとは思うんだけど、その限られている人の中でもきついかもしんない。もしかしたら敵の体力100万あるとかね言われるかもしんないし、なんかそこら辺に関してはもう何とも言えないよね。もしかしたらボックスイベント回っといた方がお得だったって思うかもしれないから、もう来てみないとわからないっていうのが、言っちゃ悪いけども真実っちゃ真実。そうだから一旦で倒せるかなって思ったらどうなんだろうみたいな。あ、そうけどそれもあるんだよね、複数回のレイド発生するからいろんなバリエーションがあるかもしれないっていうのは結構プラス要素になってると思う。いろいろと実際のところいろんな素材が入手できるんだったらプラスだしね。なんかただなんか噛み合わせとして微妙なやつとか来たら困っちゃうな。油と鱗粉とか来たらどうしよう、なんかすっげえ複雑な顔しそう、うっってなりそう、顔引きつるかもしんない、どうしてその組み合わせって言うかもしんないしな。まあけどそうだね、まあ2部6章クリアのしている前提だったら、まあ多分ね絶対周回するよ。虹とか食いそうだしな、なんかいろいろありそうやなとは思うわ。けどそうだね、オベロン前提のレイド戦っていう可能性ももしかしたらあるかもしれない。まあただ敵の体力が多かったら、まあオベロンが使われる可能性っていうのは高い気するから、まあそこら辺はなんかうまいことタイミングによるかなとかは思ったりしてる個人的にね。そうだね、どういうパターンなんだろう、
ていうのはめっちゃ気になってる。そのアポクリファてか、あ、魔人中の方か、先に魔人中みたいに、というかいつものボックス、レイド戦みたいになんかいろんなキャラクターがいて、さあこの中から好きなやつを選んで倒してってくださいパターンだね。卑弥呼パターン、卑弥呼パターンだったら正直なんか自分の欲しい素材のところがなんか枯れなくて終わるみたいな可能性もあったりするから、まあちょっとそっちは怖いよね。で一方、まあなんだろう、あれパターンか、名前出てこない、アポクリファパターンみたいに今日のスケジュールはこれですよ、でこれ一定数倒されたら次に行きますよみたいなパターンかもしれないから、ちょっとそこ気になるね。どういうパターン、個人的には正直なんかいっぱいいろんなキャラクターが出てくるよりもアポクリファみたいな感じで今日はこいつ、今日はこいつ、今日はこいつって決まってくれてる方が嬉しいかな。そっちの方がねスケジュールを組みやすかったりするから、そのここから周回しようって決めることができるしね、そういった意味でそっちで来てくれると俺は嬉しい。ツングースカはどうなんだろうね。まあ土曜日に詳細を話しますみたいなこと言ってるから、まあもしかしたら金曜日でもうスタートして土曜日に詳細発表して日曜日からレイド戦スタートっていう可能性もあるし、まあはたまたそんなん関係なしで土曜日詳細お話ししました、じゃあ話したよねスタートしますっていう可能性もあったりするから、ちょっとどっちか分かんないよね。敵に関しては正直ね、どうなんだろうね。まあ敵はぶっちゃけ何でもいいんだけど、まあコヤンの尻尾の可能性もあるし、なんかコヤンがいろんなやつ集めてたりとかしたじゃん。いろんなやつ。なんだったっけ、なんか人類用の、なんかいろいろなスルトのやつとか巨人とかいろいろ。ああいうの集めてたりとかしたから、そういった意味でそこら辺のエネミーが出てくる可能性。だから各得意点での、なんかちょっとうざったいやつとかがちらほらいるかもしれないね。って感じがする。だからそうだね、コヤンがアバロンルフェで集めようとしてた何かが敵として出てくるかもしれない、はたまた全然関係ないやつが出てくるかもしれない。ただまあぶっちゃけ敵で出てくるタイミングで気になる点として神聖特攻が入っているのかとか、あとは猛獣特攻を刺さるのかとか、どちらかっていうとそっちの方がメインになるんじゃないかな。多分神聖特攻が入るんだったらまた前回と同様で魔王ノップめっちゃ違う、魔王じゃないわ、バーサーカーノップか、バーサーカーノップが活躍する可能性っていうのも結構高かったりするし、まあ前回よくよく考えてみたらあれじゃん、 NP50% 霊装がイベントに入って特攻霊装だったじゃん。そういった意味では周回しやすかったんだけど、今回特攻霊装ありませんとか言われてしまったら、まあその分でも周回の幅っていうのが広がったりというか、まあ狭まったりいろいろしたりするから、ちょっとやばそうよね。だからなんかやっぱ特攻霊装あると願いたいけど、特攻霊装どうでしょうっていう、いや下旬って言葉あるじゃん、 FGO 君下旬って言葉知らなくて、下旬だからといって本当に下旬から始まるかどうか分かんないっていうね、FGO あるあるって言うんだけど、そういうのもいろいろあったりしても怖いなっていう、まあいろいろあるよね実際。だからレイドに関してはまあ結論から言うと、まあ楽しみにしている反面素材が美味しいと願いますが、まあ素材がまずい可能性も、いやまずい可能性はないかないとは思うけど、まあいろいろと考えられる点があったりするから、今のうちに育成できるサーバントは育成しといて損ないよねっていうのはあるね。あけど、あちょっと待ってね、新素材的なことをお話しした時に2部7章の新素材が出るっていうのは多分ないとは思うんだけど、そのイベントでの新素材はあるかもしれない。だからコヤンのイベントで入手できる新素材を先行実装しますよみたいなのあったりするかもしれないね。鏡だったっけ、なんか何らかしら昔あったりしたんだけど、そういうのはありそう。目標43箱です。43箱で目標50行きだけど、あ、いけるいける、余裕でいける。時間さえあればいけるね。そう、まあ、魔法用の方もね、まあ、いろいろと話題にはなってはいるんだけど、まあ、実際あれは、今ね、なんか伏せられてる状態って感じだから、なんか、公に、絶対来るとかは言えないよね。
サバ重くなるのだけはやめてほしい。まあサーバーはもう美味しくないかですね。美味しかったらサバ落ちします。ただ美味しくなかったらサバ落ちしないでしょう、きっと。めでたしめでたし。